こんにちは。本日は金魚の作り方をご案内いたします。雰囲気を出すためにお水の中に放ってみましたけれども、この金魚ちゃんは泳げませんので、皆様はくれぐれもお水の中に放たないようにしてください。それでは金魚を作っていきます。芯にする 8mm ビーズ1つとビーズ針、テグス 1.5 号を 80cm 用意してください。1.5 号のテグスというのを聞いたことないなと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、釣り具屋さんなどにございますので、ぜひお探しになってみてください。なければ一棒で結構です。それでは1列目、お顔の中央から通していきます。シルバーのビーズ8個を通して最初のテグスとしっかり結び固定します。それでは左右対称に進めていきます。シルバービーズ5個を通します。目の列です。シルバー3個を通したらスパンコール2枚と特徴ビーズ1つを通します。多い特徴ビーズを除いたスパンコールだけにテグスを戻して、さらに5つのシルバーのビーズを入れます。この作業によって、この列が引き締まるため、今まで通した列もしっかりと固定されることになります。反対側も同様にします。胸びれの列です。赤を5個通してください。その後オレンジを6個通します。6個のビーズのうち最初の1つは根元に当たる部分になりますので、残りの5個を使って胸びれの部分を作ります。5つのビーズがあると思うんですけれども、真ん中のビーズを除いた4つのビーズで輪を描くことによって先端を尖った感じに作ることができます。通し終えましたら根元のビーズに針を戻して、さらに赤いビーズを3個通します。反対側の胸びれも同様に進めてください。引き続き背中の部分を作ります。8個の赤いビーズを通してください。今しがた通した8個の列の上部2個に針を出して4個のビーズを出します。下2個のビーズに針を戻します。はい、これで上下が1列、真ん中が2列になった列が出来上がりました。反対側も同様にしてください。それでは背びれの列です。オレンジのビーズ2つを通して1つ目に針を戻してください。
同じ作業を6回繰り返します。ここでは見やすいように根元から離したところで作業をしていますけれども、皆様は一回一回根元に寄せるようにしてください。おひれの部分です。オレンジのビーズを5個通します。1個目は尾ひれの根元部分に当たります。残りの4個は2列に仕立てます。外側の列は後から尾ひれを作り足す部分になります。尾ひれ中央の先端になる5個のビーズを足します。その後さらに4粒を足して2列に仕立てます。この列も後から尾ひれを作り足す時に使うものです。2列に仕立てたビーズとその間に出た5個のビーズを使って尾びれの先端を作ります。胸びれの時と同様、先端になるビーズを除いたビーズにテグスを通して輪を作るようにします。尾ひれの根元になる部分にテグスを通します。尾ひれを作り終えたら赤いビーズ2つを通します。背びれの隣の列に赤4個を通し、先に作っておいた尾びれのための2個のビーズの中にテグスを通します。オレンジのビーズ4個を足します。そして再び先ほどの2個のオレンジのビーズに針を通し輪を作ります。一番根元に近いオレンジのビーズにテグスを戻して固定します。先ほど2列に仕立てた赤いビーズの列の下4個に針を入れます。それでは今一度テグスを上に引き出して反対側の尾ひれのサイドを作りましょう。この尾ひれの部分の作り方は口で説明すると逆に分かりにくくなる感じですので、画面や、平面図を確認してください。要するにですね、最初に作っておいた尾びれに両サイド用の列を準備しておいて、そこに作り出す、そんな感じです。それで、2周目は真ん中のビーズを飛ばして先端を尖らせるというのがポイントです。それでは口を作り出します。お顔の中央の列の上から3個目に針を出します。そして赤いビーズを1つ刺してください。再びその列の中にテグスを入れ込むようにします。
次は背びれのばらつきを整える作業です。2個目と3個目の間にオレンジのビーズを1つ足してください。円周率の関係といいますか、ちょっとここカーブが違う感じになりますので、隙間ができてしまうために1つ足すという感じです。これをしないとこう背びれが倒れてしまうんですね。作ってみたらわかると思います。口で聞くのとやるのとは大違いって感じかな。整え終えましたらば、背びれの下の赤いビーズに針を戻して、通し始めのテグスとしっかり結びます。そして結び目と反対側にテグスを出して部分をカットして完成です。この金魚ちゃんはピアスなどに仕立ててもいいと思うんですけれども、ちょっと私はもう年齢的に厳しいものがございますので、若いお嬢様方なら付けこなしていただけるかと思います。そして色違いなどで作っていただいても違うお魚の雰囲気になるかなと思いますので、ぜひお試しになってみてください。それでは本日はこれにて終了です。また次回までごきげんよう。ご視聴ありがとうございました。